サンブレイクの発売日がいよいよ発表されたな。今回はサンブレイクに備えて、今からやっておきたいことをランキングにしてみたぜ。マリサ、サンブレイクの発売日は6月30日らしいわね。ああ、いよいよ近づいてきたな。新しいモンスターやフィールドの情報も出てきてるわよね。今から楽しみだわ。さて、エルガドへの旅立ちに備えて、今からいろいろ準備しておかないとな。そうね。でも、サンブレイクへの準備って具体的に何をすればいいのかしら？おっと、それは大事なポイントだよな。よし、じゃあ今回は、サンブレイクに向けた準備をランキングで確認していこうか。優先度のランキングってわけね、わかったわ。第7位はお供の強化だ。お供って、そんなに強くなるものなの？全く強化していない場合はあまり戦力にならないが、鍛えていくとそれなりに助けてくれるようになるぜ。お供のレベリングをする最大の利点は、サポート行動が解放されることにあるんだ。サポート行動？具体的にはモンスターの素材を盗めるようになったり、しびれ罠を受けるようになったりするとかだな。サポートタイプに対応した能力が解放されていくから、お供のレベリングはぜひやっておきたいところだ。なるほど。やればやるほど戦闘が有利になるってわけね。そういうことだぜ。強力なマスターランクのモンスターに対抗するためにも、しっかりレベルを上げておきたいな。具体的には、どのくらいまで上げておけばいいのかしら？すべてのサポート行動が解放されるという面で見ればレベル20だ。ただし、それ以降も攻撃戦でアイテムを増やすときの効率を上げてくれる能力を習得したりできる。だから、サポート行動がすべて解放された後もレベルを上げる価値はあるんだぜ。そういうわけで、理想は最大レベルである50ということになるな。かなり長い道のりになりそうね。最大まで上げるのって、だいぶ大変じゃない？サンブレイクに間に合う気がしないんだけど。ゲームを進めていくと雇えるお供のレベルが上がって、最終的にはレベル30くらいのお供を直接雇えるようになるんだ。このタイミングで雇ったお供なら、レベル50までは案外すぐだぜ。よかった、それなら私にもできそうだわ。第6位は百竜夜行だ。出現するモンスターのタイプや各種兵器の使い方とか、覚えることが意外とあるからな。破壊型、強襲型、射撃型。何が何だかわからないわ。例えば拠点や兵の耐久を気にせず突っ込んでいく霊夢は強襲型だな。これなら覚えやすいだろ？どういう意味よ。そのまんまの意味だが、勇ましくていいと思うぜ。それに、サンブレイク前に百竜夜行をやっておきたい理由は他にも2つあるんだ。というと？まず1つ目は、サンブレイク版の百竜夜行が出るだろうということだぜ。3月15日に行われたサンブレイク生放送では、新モンスターであるルナガロンが大社跡に現れるところからサンブレイクのストーリーが始まる、という情報が出てきた。これは霊夢も知ってるよな。フィオレイネさん、かっこよかったわよね。新キャラクターもそうだが、ここで注目したいのは出現場所が大社跡であるということだ。ルナガロンの出現場所と百竜夜行に、何か関係があるの？ルナガロンはこれまで大社跡に出現しなかったモンスターだ。その地域にいないモンスターが現れるというのは、本来住んでいる地域から何かしらの原因で移動せざるを得なかったとも考えられるよな。そういえば、百竜夜行もそうだったものね。考えてみると、ちょっと似てるわ。そこがキーポイントだぜ。つまり、サンブレイクでも百竜夜行と同じように、大量のモンスターが出現するクエストが出てくると考えられるわけだ。百竜夜行がそのままアップデートされるのかもしれないし、もしかするとエルガドの近くで新しいフィールドを防衛することになるかもしれない。あ、そっか。だったら今のうちに慣れておいた方が後で楽ってわけね。そういうことだ。まだ情報が出揃っていないから断定はできないが、まず間違いないと思っていいぜ。なるほど。もう一つは何なの？もう一つはチケット集めだ。百竜夜行の報酬には、百竜強化に使う百竜撃退の証ってチケットがあるよな。あれはサンブレイクでも使う可能性があるし、ストックしておきたいぜ。そっか、マスターランクで使うかもしれないものね。それにマスターランクの百竜武器が強かった場合、下位や上位レベルの百竜武器を持っていない場合は、一から作らなくちゃいけない。マスターランクに上がってから下位や上位の百竜夜行をやり直す必要がないように、今のうちから集めておくといいぜ。確かにそうだわ。証集めって結構大変だし、今のうちに貯めておいた方が良さそうね。サンブレイクが出た後にマルチで集めようとしても、その頃にはマスターランクに人が集中してるだろうしな。第5位はお守りの量産だ。これはお守りが登場したトライ以降、G級作品が出るたびに見られた恒例行事だぜ。お守りの量産って言うと、マカレンキンを回すって意味よね？その通りだ。サンブレイクが始まる前にマカレンキンを回しまくって、お守りをとにかくたくさん作っておきたいな。マリサのことだから何か意味があるんだろうけど、お守りを増やしまくっても、ボックスが圧迫されるだけじゃないの？それに今やっても上位のお守りしか出ないわよ。まあ、普通はそう思うよな。サンブレイクの発売が発表される前だったら、私もそう思ってたぜ。
っていうと、サンブレイクでお守りに関する何かが起こるのかしら？そうだな。このタイミングでお守りを大量にストックしておくのは、神オマが目的じゃない。サンブレイクで追加されるであろうお守り再利用システムに期待してのことなんだ。お守りを再利用できるシステムが出るの？断言はできないが、歴代作品の展開を考えると可能性は高いぜ。実際にダブルクロスでは、ランクの低い5石を集めてよりランクの高い5石を作り出すことができたんだ。そのための素材を用意するという意味で、5石のストックを大量に作っておきたいってことだぜ。レア7は言わずもがなだが、もっとレア度の低いお守りであっても一応持っておくといい。なるほど、納得だわ。万が一使えなかったとしても、その時は全部売っちゃえばいいもんね。レア度が低いものは、今ある輪廻の錬金術で使ってしまってもいいしな。あと、モンスターの素材についても心配無用だぜ。マスターランクが解放されれば、上位素材を使うことはほぼなくなる。万が一、後で上位素材が足りなくなったとしても、G 級装備の力でサクッと集めてしまえばいいだけだ。物理を上げてレベルで殴ればいいのね。霊夢、それ逆だぜ。いいスキルがついてるお守りは、サンブレイクでも使えるのかしら？せっかく引いたお守りだし、持っておきたいんだけど。そのまま使い続けた方が得だと思うぜ。お守りのシステム上、マスターランクでの拡張は主にスキルのレベルやスロットになるだろう。だから今の時点で高性能とされているものは、マスターランクでもそこそこ通用すると考えていい。G9 番お守りガチャができるようになるまでは、上位の神オマもまだまだ現役というわけだ。よかったわ。上位での相棒がマスターランクでも活躍できるっていうのは、なんだか嬉しいわね。それにマスターランクで解放される新たなお守りガチャは、多分マスターランク後半になってからだろうしな。そういう意味でも、今持ってる神オマはサンブレイクでも使えるはずだぜ。第4位はクリアしていないクエストの消化だ。と言ってもこれは人によって違うだろうから、中でも特に重要なものを3つ紹介するぜ。まずは入れ替え技の解放クエストだ。意外と忘れがちなやつね。入れ替え技のほとんどは武器を作りながらストーリーを進めていれば解放される。でも、特定のクエストをクリアしないと出ないものもあるよな。〇〇の方って書いてあるクエストよね。こんな感じの。そうそう、これのことだ。こうしたクエストのクリアで解放される入れ替え技には、強力なものが多いからな。マスターランクの強力なモンスターに対抗するためにも、今のうちに解放しておくといいぜ。そうね。それに、別の武器種を試そうとして、入れ替え技が解放されてなかったら困るわよね。わかるぜ。ライズのあるあるだよな。あのかっこいい技がどこにもない？って状況、新しい武器種を試すたびになってたわ。次はお団子の解放クエストだ。お団子って、クエストクリアで解放されるんだったかしら？そういうものもいくつかあるぜ。多少難しいものもあるが、ライズ時点で登場する選択肢は全部解放しておきたいところだな。便利なお団子スキルとかがあるかもしれないし、マスターランクで役立つ場面があったりしてもおかしくないものね。三つ目は、まだ狩猟していないモンスターのクエストだ。ダブルクロスの二つ名みたいに、通常個体の狩猟が条件になって出てくるモンスターが追加されるかもしれない。サンブレイクのコンテンツをなるべく早く遊ぶために、全種類のモンスターを狩猟しておくと万全だぜ。そうね、ライズでの狩り残しのせいで新モンスターが出てこなかったら嫌よね。同じ理由で、高難度クエストとかもクリアしておきたいところだ。ただ、これについては時間があればというくらいでいいだろう。名前の通り、難しいクエストだものね。あくまでも上位時点での高難度だから、マスターランク装備を手に入れてから挑む、というのも手だぜ。さて、やっておきたい主なクエストはこの辺かな。あとはメインのクエストではないが、一部のサイドクエストなんかも大事だぜ。物によってはお団子や武器の解放ができたり、キャンプが増えたりするからな。そうね。ファストトラベルができると便利よね。モンスターに一番近いところから出発できるようになると、クエストがスムーズになるぜ。特にマルチでの恩恵は大きいな。落ちちゃった時の復帰も早くなるわ。今挙げたようなものは、一応マスターランクに上がった後でもできる内容ではある。でも、マスターランクに上がってからわざわざ上位に戻るのは面倒だよな。今のうちにやっておくのが一番ね。第3位は消費アイテムのストックだ。回復薬を爆買いするとかそういう話かしら？いや、店で買えるアイテムはいいんだ。増やすべきはどちらかというと、交易で増やせるアイテムだな。よく使うアイテムの調合素材を中心に、できるだけ集めておきたいぜ。素材がなくなるほど使うことってあるのかしら？サンブレイクの新モンスターは当然、すべて初見で戦うことになる。知っていれば避けられる攻撃も初めて見た時は避けられないことが多いから、間違いなく回復系の消費アイテムはたくさん使うことになるぜ。ああ、そういうことなのね。特に回復薬グレートや漢方薬なんかはたくさん使いそうだわ。あとは効果薬や生命の粉塵とかもそうだな。初見の相手にはとにかく生存が大事だ。マスターランクではモンスターが今より強くなるわけだし、なおさらよね。
そうなると、交易船の拡張も大事だわ。忘れがちだけど、確かサイドクエストで簡単に拡張できたはずよ。そうだった、いいことを言ってくれたな霊夢。最大3枠まで増やせるから、効率よくアイテムが増やせるぜ。私もたまにはやるのよ。余裕があれば、青キノコやマンドラゴラみたいなキノコ系アイテムとかも増やすといい。シチューや光虫みたいな虫系アイテムもだな。閃光玉や飛躍みたいに、あると便利なアイテムの調合素材をストックするってわけね。ここまで上げたアイテムを全部増やすとなると結構な手間がかかるだろうが、備えあれば憂いなしだ。まだ3ブレイクまで時間はあるから、使いそうなアイテムは全て用意する、くらいの気持ちでいくといいぜ。第2位は武器の強化だ。基本的なことだけど、めちゃくちゃ大事よね。言うまでもないことだが、マスターランクというのは上位をしっかりやり込んだことが前提の難易度だ。マスターランク序盤を駆け上がるために、最終強化された上位武器を用意しておきたいところだぜ。最終強化といっても、どれを強化すればいいの？何かおすすめとかない？全部、と言いたいところだが、そうもいかないよな。一番優先して強化したいのは無属性の武器だぜ。無属性？属性がないと新モンスターの弱点がつけないわよ。その弱点がまだわからないからな。どんなモンスターが出てきても対応できるという意味で、まずは無属性武器を用意するのがいいと思うんだ。無属性武器の長所は状況を選ばずに活躍できることだからな。なるほど、一理あるわ。ただ、新モンスターの弱点属性というのも、あながち間違いじゃないぜ。例えばすでに発表されたルナガロンなんかは、明らかに火に弱そうだろ。なるほど、弱点を予想して用意するってことね。まあ、欲を言えば属性にこだわらず、いろんな武器の最終強化を持っておきたいというのはあるんだけどな。今までパッとしなかった武器から強力なものが派生する可能性を考えて、とりあえず持っておくのはありだ。あまり使われなかった武器も、サンブレイクで強くなってたりしたらいいわね。それに、マスターランクの武器の多くは上位の最終強化から派生することになる。上位武器がしっかり強化されていないと、マスターランクの武器が手に入らないんだ。確かにそれは嫌よね。そもそも使えなかったら意味がないわ。そうだよな。だから今のうちに強化を終えてしまうのがいいと思うぜ。そういえば話は変わるんだけど、防具は新しく作ったりしなくていいのかしら？その必要はあまりないと思うぜ。過去の G 級作品と同じように、マスターランクの防具は派生じゃなくて直接作ることになるだろうからな。それに、ライズでラスボスまで行けるような防具があれば、マスターランクでもしばらくは戦えるはずだ。考えてみればそうよね。サンブレイクはライズの続編なんだから、ライズの装備で戦えないモンスターがいきなり出てくるはずがないもの。序盤はライズ時代の防具でしのいで、そこから必要なタイミングでマスターランクの防具に着替えていけばいいと思うぜ。じゃあ、防具は今のままで大丈夫なのね。そういう認識で大丈夫だ。できることがあるとすれば、鎧玉で防御力を上げていない防具を強化しておくことくらいだな。新しく防具を作るより、今あるステータスを限界まで上げることに目を向けるべきってことかしら。そうだな。あと装備の話からは少しそれるが、ステータスを上げるという意味でもう一つ紹介したいものがある。何かしら？ゴフ集めだぜ。この二つは今あるステータスを高めるだけでなく、マスターランクでもそのまま使えるだろうからな。まだ持っていないなら、これを機に作っておくといい。確か、ゴフはお店で売ってて、爪は調合で作るのよね。これも忘れずに手に入れておくわ。第1位はハンターランクの上限解放だぜ。確かに、これが一番大事だわ。サンブレイクのストーリー解放は、ハンターランクの上限を解放していることが条件なのよね。具体的には集会所の星7、雷神のクリア、つまりナルハタタ姫の討伐が条件だな。サンブレイクのストーリーは百竜夜行を撃退した後の話みたいだから、百竜夜行に一応の区切りがついてからということなんだろう。ラスボス討伐後が本番ってわけね。気が引き締まるわ。まだ解放していない人はとりあえず適当な装備を作って、ナルハタタ姫まで進めておくといいぜ。マスターランクに上がったら、どっちみち上位防具は脱ぐことになるわけだしな。今なら序盤を進めるのに役立つダウンロードコンテンツが無料で配信中だから、それを使うのもいいだろう。とりあえず、サンブレイクのストーリーを楽しめる状態にしておくのが大事なのね。そうだな。あと少し踏み込んだ話にはなるが、できるならハンターランクを100まで上げておくといいぜ。ハンターランク100って言うと、四季閣僚のバルファルクが出てくるランクよね。そうだな。ハンターランクで解放されるモンスターは四季閣僚のバルファルクで最後だから、すべてのクエストを受けられるようにここまで上げておくのがおすすめだ。ハンターランク解放後に戦えるモンスターの装備はどれも強力なものが多いから、サンブレイクの攻略にも大いに役立つだろうしな。以上が、サンブレイクに向けてやっておきたいことランキングだぜ。大掛かりな準備になりそうね。でも、決戦前って感じがしてテンションが上がるわ。どんなモンスターが出てきて、何が起こるかわからない。だからこそ、万全の準備をしてサンブレイクに臨みたいところだよな。私も紹介しながらワクワクしてきたぜ。新モンスターはもちろん、復
活モンスターも驚くような変化を遂げてるかもしれないな。私にとっては、復活モンスターも何種類か初対面だから、実質新モンスターだらけよ。そういえばそうだった。それなら一層準備を入念にやっておかなくちゃな。発売前から楽しみでたまらないわ。発売日まで残りわずかだが、準備をしつつハンターライフを楽しんでいこうぜ。サンブレイクに向けた準備ができている人もこれからする人も、高評価とチャンネル登録をお願いね。他にもやっておくといいことがあれば、コメントで教えてくれ。ご視聴、ありがとうございました。モンハンを始めるときに誰もが目にするゲームの象徴、タイトルロゴ。作品ごとに異なるこのロゴには、深い意味が込められているんだぜ。竜の法則、作品のあらすじ、世界観の表現。その作り込みには驚かされるばかりだ。今度はそんな作品ごとのタイトルロゴについて考察していこうと思うぜ。次回、歴代タイトルロゴの紹介&考察。ゆっくり見ていってね。